1ミリス工業です。では左腕は完全に義手となっているということなんですね。ああその通り、義手自体は治療で帝国へ戻った時作られたんでしょう。帝国が口にする魔導の力というのは古代文明で使われた動力を指します。その機構が将軍の義手にも使われていると見ています。つまりは見栄えだけのものではなく、義手に特別な力が仕込まれているということですね。こんにちは、ケニー。レイブス将軍はルシス国内の視察を終え、今日レスタルムを出発しました。引き続き国内各地の基地には帝国のルシス駐屯軍がとどまり、安全上の理由による地域間の移動に対しての制限や各地方の治安の維持に努めるとしています。あなたと世界中の道を楽しみたい。車の快適性を彩るコルニクスのオイルお求め整備。ラスカ地方でこれまで続いてた局所的な大雨ですが、先日の雨を境に異常気象は収まりました。お日様が恋しかった人も一安心ですね。その後天気は落ち着いていますが、落ち着いたってことはまた寝ちゃったんでしょうか。僕次に何かあるのはオルティシエの水陣なんて思ったりしてます。当たるかな。その剣は調印式の襲撃事件よりも前に和平の証としてレギス陛下から賜ったもので、襲撃事件の中で得たものではないと強調しました。停戦協定が白紙に戻ったことで、レイブス将軍の持つ剣について一部では陛下の殺害時に奪われたものであると見る声も聞かれていましたが、この発表によりそれらの可能性は否定されました。さて、旅の宿はお決まりですか。ベルダシオ教会より。水神の存在はやはり我々神話創世記でしか馴染みがありません。それは私もそうですよ。生きてる人間誰も水神を見たことないでしょう。ただ巨神の霊がありますから、目を覚ますとしたらと想像が必要です。水神は気性が荒いことで有名ですからね。神話の上じゃ人間が嫌いだともある。カーティスの大皿の崩壊に相当する何かがオルティシエでも起きるのでしょうか。腹いっぱいだ。帝国軍アラケロ基地襲撃事件について新しい情報です。帝国軍はレスタルムに潜伏していた男たちを捕らえ、すでに帝国に移送したと発表しました。死亡が報じられた王子ノクティス様が襲撃に関わっていたという情報について、現在のところ帝国軍は否定を続けています。ベルダシオ教会より速報です。アコルド政府のカメリア首相は先ほど記者会見でルナフレーナ様をオルティシエにて保護していると発表しました。ええ、オルティシエにいらっしゃるのは本当です。ルナフレーナ様の死亡が伝えられ、我々アコルド市民も悲しみに暮れていました。ルナフレーナ様は少しお疲れの様子ですが、お元気にしていらっしゃいます。ルナフレーナ様の今後について、カメリア首相は調印式の襲撃事件での扱いを踏まえ、帝国と慎重に協議すると述べています。うまそうな匂いだ。1ミリス工業です。あなたと帝国軍は昨日ダスカ地方の街道の封鎖を解除しました。封鎖のために設置された施設についても現在は完全に撤去されています。ルシスの暫定統治機構は封鎖あなたと世界中